リアルに笑えるなこの絵。今日も帰って夢を見よう。
嬉しいね、たくさんのね、お客さん集まってくれてね。ねえ、そう、この子ちゃんね、あの、ここは有楽街というか、なごみさん、そしてもう一軒、ソノジ。はい。ねえ、お店がね、ちょっと簡単にちょっとお店の紹介してください。はい、こちら有楽街まっすぐ行っていただいて、左側に、なごみがあります。で、その手前、右側にですね、ソノジ、この2軒がうちのお店ですね。そしてね、あの、かなこちゃんはね、毎月第4水曜日、 しゃべり場ナイトのレギュラーでね、今までは外と胸も入れてね、あの3人で仲良くやってたんですけども、はい、あの胸が抜けたっていうことですごい機嫌が悪くなりまして<笑>ちょっと2人じゃ耐えれないと言ってくれ<笑>そういうな、お前は本当に<笑>ということでね、またね、ここにね1人新メンバーを加入させようという今動きもありますのでね、はい、早ければね、今月末からね、 この3人のまた新体制でね、スタートするかと思いますのでね、楽しみにしてください。そしてこの日は、なごみさんの方でしゃべり場の打ち上げさせていただきますのでね、ぜひともね、みんなね、もうそこがある意味みんなのメインでございます。メインメインの日なの。西尾、はい、もうね、スポンサー、おなじみのですね、ポプリさん。ポプリさん。うちの美味しいのちゃん、ケーキも美味しいの。そこで、スプーンと、新劇のコラボライブということでございますね。そして、 本日より、チケット発売開始となりました。そして、シャベリバね、シャップで売っておりますので、本当ね、限定30、35席ってことで、もうあっという間になくなりますのでね、どうぞ皆さんね、用意するときはお早めにってことでございますのでね、この後ね、スプーンもね、シャップの方に行ってくれますのでね、ぜひとも皆さんね、遊びに来てくれたいと思いますね。はい、じゃあ、シーンもね、頑張ってください。じゃ